はい、どうも、コミです。さて、本日はこちら、ホームの関西クラクラクラブから2本、後半 TH コンプリーザーさんから2本の合計4本立てでお届けしたいというふうに思うんですけども、皆さん、話変わりますが、最近マクドナルド行ってますかね。私もですね、よくドライブスルーのマクドナルドにドイツでこう行ってるんですけども、ご存知かもしれないですけど、海外のマクドナルドって日本と同じグランドメニュー、ビッグマックとかはありながら、あとそれ以外のメニューっていうのは、基本的にね、ドイツ限定のバーガーとかになってるんですよね。で、食べてみたんですよね。ベーコンとなんか、パテ2枚と硬いパンで挟まれた、なんか本当ね、ドイツっぽいなっていうバーガーで、すげえうまいんですけど、バーベキュー味でね。なんだかんだ私、今、ビッグマックに落ち着いてますね。で、あと、ポテトなんかもね、面白くて、細長いポテトじゃなくて、なんかね、少しね、丸っこいような感じの、薄っぺったくて丸っこいような感じのポテトがあったりしてね。なんかそういう各国の特色がなんかあって、まあ今度ヨーロッパはね、他の国も行けるようになったら各国のマクドナルド食べ比べてみたいなとか思ってるんですけどね。まあ早くそういう環境になればいいなというふうに思います。さて、本日のですね、テーマはディガホグですね。皆さんアップデート前はディガホグ使ってた方も多いんじゃないかなというふうに思うんですけども、私もですね、もう完全主力、ゴリゴリの主力として使ってました。なんですが、やっぱウィザードの塔が強化され、大砲も強化され、で、なんとなくやっぱ陸が厳しくなったのかなっていう印象を受けますよね。なんですけども、じゃあ今の環境で全く使えなくなったのどうなのってところ、少しね本日、動画見ながら話を、してみたいなというふうに思います。で、これですね、パンセタさんが撮ってくれたこのアタック見ていきましょう。完全にこれもうクイヒーディガホグですね。典型的なクイヒーディガホグで、このクイヒーディガホグに関して言うと全然ね結論から言うと使えると思うんですよね。ただし、やっぱりですね、なんていうかな、何でもいけちゃうような、昔みたいな、もう、超万能編成ではなくなってきたかなっていう気はします。まあ、要するに、これだけを覚えれば、今の環境においてどんな村でも対応できるっていう、このね、万能性が少し薄れたかなと。以前の動画で、7割、8割の村には、なんだかんだね、突撃艦にするなり、投下兵舎にするなりで、対応できて、ほんと万能性高いよっていう話をしたんですけども、ちょっと最近ね、そうではなくなってきてる感があるっていうのが、ちょっと感じるその印象ですね。で、やっぱりですね、このクイヒディガホグ編成、ポイントになってくるのは、いかにこの、防衛援軍を、クイヒで処理するか、さらにタウンホール処理するかですね。タウンホールのところでほぼ確実に、ディガホグでこれ潰す場合には、トンブ使わされちゃいますんで、まあ、それがね、痛いので、なるべく、クイヒで処理しておきたい。ただ、今回みたいに処理しにくい場合には、もうディガホグで処理するしかないですね。で、その部分のディスアンドバンテージをどう解消するかというと、これ、投下兵舎なんですね。これです。ユタさんがですね、タウンホール11かなの、最強戦術はディガホグだってよくおっしゃってましたよね。で、その時も投下兵舎を使ったディガホグが強いって言ってましたが、それが本当に今タウンホール13でもうほぼ必須になってきてるような印象を受けます。まあ別に突撃艦プラス EAT を使ったディガホグもいいんですよね。援軍連れたりして。ただそれを援軍を連れずにさらにタウンホールも壊せないような、運用になっちゃった場合にはもうほぼほぼ失敗するし、まあまあ、レジェンドとかで、そういうね、場合ももう余儀なくされちゃうっていう時は別にして、そうじゃなくてちゃんと自分で編成選べる体制の場合には、これは厳しいなっていう時には無理にね、ディガホグを使うっていうことを、まあ、これからはあんまりしないで済むような練習しておいた方がいいかなって気がします。まあ、なんで私もね、この超絶不慣れな空を一生懸命練習してるんですけどね、まあ、前回話したの、キリチョウジュがそれですね、練習してるんですけども、まだ見てない人がいたらね、1本前の動画見てください、キリチョウジュです。で、やってるんですけども、まあ、空とやっぱり陸両方とも今ね、練習しておいた方がいいのかなっていう、まあ、そんな印象をすごく受ける環境ですね。ただまあ、投下兵舎を使ったクイヒディガホグっていうのは引き続きめちゃ強いで、タウンホールと、クラン城かを、両方処理するっていうのがセオリーなんですけども、それができなくても今みたいに、前回まで持っていけちゃうポテンシャルが全然あるよということですね。そこら辺に関しては遠慮なく使ってもらった方がいいのかなと思います。
はい、というところでですね、次はもう一本、関西クラクラクラブのね、方から動画見てもらいたいと思うんですけども、リプレイか。ボキボキさんのこちらですね、同じ配置なんですね。なんで、まあ、再現性をね、見てもらうっていうところになるかと思いますので、こちらもね、どんな風に攻めるのかって、さっきのアタックをイメージしながら見てもらえたらという風に思うんですが、こんな形、まずはジャイアントでしっかりとですね、12時方面ターゲットを取ってから、ゴブリンで1時方面のストレージを壊して、アーチャークイーン、クイヒーの形で、この、枠の中に入れていくという格好ですね。まあ、この中にやっぱり入れるのがすごい重要なんで、カットかなり慎重にやってますが、ちょっとね、バルーン出すのが遅れて、この大砲が、ノーマークになっちゃったんですけども、なんとかここはアーチャークイーン中に入っていってくれましたね。で、やっぱり突破兵器はですね、これ、お次、投下兵舎を、選んでます。ここやっぱ本当重要ですね。これを選ぶかどうか、選べるかどうかによって、このクイヒーディガホクが本当にね、可能になるか不可能になっちゃうかっていう、その分かれ目になってくると思うんで、対戦で、さっきも言いましたけども、やる場合にはなるべく、投下兵舎を選べる村を探した方がいいかなという気がしますね。まあ、その目安っていうのは、クイヒーをこう生かしたまんま回し切れて、かつ、防衛援軍を、釣り出せる、釣って処理できるような、形が作れるかどうか、そこですね、すごい大きなポイントになるかなというふうに思います。それができれば、まあ、タウンホールが残っちゃっても、このように、投下兵舎とバーバリアンキングを使って、サイドをカットしていきながら、ディガホグ部隊でこのタウンホールを処理するという絵が描けますので、攻め方としては可能になるかなっていう感じですね。うん、こんな形ですね。いや、でもやっぱりですね、クイディガホグ、やっぱ慣れている方はね、これ使いやすい戦術だと思うし、散々やっぱ使ってきた方なんかも多いと思うんですよね、自分も含めて。そういう方にとっては、この選択肢がね、なくならなかったってことは本当朗報だと思いますからね、ガンガン使っていくべきだと思うし、まあ、使えるパターンっていうのもね、今、ちょっと私なりに思うのが、この投下兵舎が、使える村かどうか。そこになると思うんですけども、ご参考にしていただきながらですね、村選び、考えてみてもらったらいいかなというふうに思います。まあ、こんな格好ですね、ホグライダーとディガーで最終区画まで一気に伸ばしていくと、まあ、ここでもうばらけちゃうので、一気に0時かけてばらけたホグライダーとディガーたちが、その周辺をガツンと破壊できるように、加速させましたね。で、後ろからついてきたロイヤルチャンピオンが相手のアーチャークイーンの手でバーバリアンキングをなんとか処理してくれて、全開という形ですね。危なかったですね。ちょっとね、ギリギリでしたけども。はい、これで、あとは掃除するだけという形です。ボキボキさん、ナイスですね。いや、やっぱりですね、空に偏った攻めを、どうしてもね、したくなっちゃうんですけどもね、私も今練習中なんで、もう空ばっかり練習したくなるんですが、まあ、逆に空ばっかりしちゃうと、今度ね、空の、クロスボウが対空とか、スケルトントラップが対空とか、そういうパターンになって、環境は多分徐々に変わると思うんですね。空が増えてくると思うんで。そうなった時に今度空が苦戦しちゃって陸に戻りにくくなっちゃうと思うんで、まあ、これもくどいですけども、両方ともやっておくっていうのがすごい多分重要ですね。まあ、イエティを使ってる方はイエティでもいいと思うし、ディガホグをやってる方はディガホグでもいいと思うんで、ちゃんとね、自分がこれまでやってきた陸のアタックっていうのも忘れずに使っていったらいいかなというふうに思います。では、TH コンプリタさん、行ってみましょう。はい、こちらですね、TH コンプリーダさん。ですね、ミダゴグさんが最近絶好調ですね。リーダーのミダゴグさん。全対戦、まあ、野良対戦でも、まあ、必ず一発は取ってくるっていう感じのね、安定さを見せてくれてるんですけども。まあ、今回、アップデートによって強化された、ウォールバスター使っていきますね。イエティで6時方面をカットしていきながら、プランニング先に話しますかね。イエティでここカットしていきながら、クイーンをですね、この8時面から展開していきながら、ここにこう入れていくんですね。で、タウンホールと防衛援軍、両方ともアーチャークイーンで削っていくと。のルート上で、これ、イーグル砲まで落としていくって、まあ、そんな感じのプランですね。いやー、すごいね、このアドバンテージがめっちゃ取れるんですよね。確か最終的にクイーン落とされちゃうのかな、ちょっと忘れちゃったんですけども、大事なところ、そこも。このね、ヒーラーを後から送らし出すのも、出し忘れではなくてね、ちゃんとこの、マルチインフェルノにヒーラーが焼かれないように、角度をつけて出したという、こうタイミングも測ってますよね。で、バーバリアンキングとおそらく当たるんで、そこら辺でレイジを打っていきながら、レイジが間に合わない。あ、これで多分ね、クイーンが落とされちゃったんでしょうかね、最終盤で。まあ、なんですけども、
ウォールバスターは お見事ですね。もう完全にこの通路にアーチャークイーンを誘導できるような感じでこう、穴を開けていってくれてるんで、中から出てきたのはアイスゴーレムと、バルーン。これでアーチャークイーンがこの中心部の、ね、火力高いところで、捕まって、やられてしまわないようなターゲットを取ってもらうのに加えて、さらに、バルーンでね、クロー爆弾と言われるホーミング爆弾、これをチェックすることによって、ヒーラーを守っていくという格好ですね。で、ちょっとね、やっぱり恐れてたように、このインフェルノにヒーラーが焼かれちゃいましたね。おそらく、こっちのこの、マルチインフェがあるね、区画に、アーチャークイーンを入れたかったんだと思うんですけども、ちょっとそれがずれちゃったんで、ギリギリ生き残りましたが、結構ダメージ食らっちゃいましたね。で、ディガホグパートっていうのは、薄くなったこの部分、ここはアーチャークイーンで処理していこうというふうに考えているので、残った、まあ、こんな感じの区画ですよね。ここにディガーとホグライダーをしっかりと打ち込んでいくという形ですね。アーチャークイーンと並走してるんで、防衛のターゲットをね、この2つのユニットでこう分けて取っています。なので全然アーチャークイーンとディガーホグライダーが相乗効果を発揮してガンガン伸びますよね。で、トームを使ってアーチャークイーンはやられちゃうんですけども、なんとかこのタウンホールを、処理していくとロイヤルチャンピオンが追従してくれたのが大きかったですね。まあ、こんな形で全員カメラ持ってくっていう感じですね。なんですが、やっぱりですね、さっきの、パンセッタさんのアタックは投下弊社で、まあ、ボキボキさんもそうでしたよね。で、今回はボールバスターを使っていきましたけども、やっぱり投下弊社を使えた方が、アドバンテージ的にはいいのかなという気がします。ただね、今回のこういう村の、この壁の隙間っていうのは基本的にクイヒーのクイーンが、まあ入らないので、ここには。そこに期待するよりは壁を開けてしっかりね、こう、クイーンのルートっていうのをよいしょ。こういう風に作ってあげた方が、まあ、タウンホールにしっかり向かうという判断ですね。これは、よく、罠としてね、こういう隙間を作って、隙間を作って、いる方が多いので、気をつけた方がいいポイントですね。惑わされずに、逆の方から攻めていった方がいいってこともあります。はい。ではですね、最後のアタック見ていきたいというふうに思います。これですね、木立さんのアタック見ていきましょう。さっきのね、ミデコグさんの村っていうのはもう完全に、防衛が今ある、レベル、最大レベルまで行ってました。まあ、今回の木立さんもほぼそうなんですけども、ウィストなんかは結構強くなってますが、大砲も強いけど、なんかね、昔の青い大砲がちょっと残ってる。まあ、そんなね、歪な、アップグレードをまだされてる村っていう感じですね。まあ、関数ではないんですけども、この環境においてもしっかりですね、クヒディガを使っていきます。まあ、まだね、村のアップデートが完全に終わってないっていう、強化ですね、が終わってないっていうこともあるので、まあまあ、そういった意味でも、まだまだね、現在の陸編成、クヒディガを使い道があると思うし、まあ、さっきも言いましたが、アップグレードが終わってもですね、この空に対応するために、空系の防衛を増やすと、例えばその対空の、クロスボウとか、を増やすということがあるんでね、今のこのクロスボウもこれ対空だからターゲット受けないけども、対地になったらこれアーチャークイーンで当たるところで対地クロスボウのターゲットを受けちゃうので、クイーンの体力の減り方が半端じゃなくなりますよね。そういうところが全然やっぱね違うっていう気がしますね。この防衛軍と当たるとこもそう、ずっとこの対地クロスボウだった場合、これが対地だった場合を打たれ続けちゃうんで、多分このプラン成立しなくなっちゃうと思うんですよね、なかなか。なんですけども、そうならないっていうのは、やっぱね、今後さらに、まあ、その傾向が強まるかなと思います。空が強くなってくると防衛がそっちに偏るんでね。なんでバランスの良くなってきたその陸っていうのの難易度は、まあ、これまでとそんな変わらなくなるのかなと、まあ、個人的には期待しも半分含めながら思うところがあって、ぜひぜひですね、こんな形投下弊社がやっぱ使えるパターンがいいですね。相手のこのクラン城からの援軍を部費で処理できるという場合には投下弊社をガンガン使っていきたいところになると思うので、こんな格好でですね、投下弊社プラスのディガホグ編成、使える村があったら積極的に使っていくと、まだまだね、全然アドバンテージとしては大きいので、前回よりは高いというふうに思います。これができる陸主体のプレイヤーで今までやってきて、投下弊社が今みたいにこう使えるプランが描けるのに、なんとなくね、空の方がいいかなと思って空にしちゃうっていうのは多分もったいないと思いますね。空を練習するってんだったら全然それは問題ないと思うんですけども、陸でもいいからとにかく全開取るというスタンスで攻める場合には、今みたいにね、投下弊社が使える村だったらディガホグっていうね、パターンで攻めていくのが、まあ、個人的にはおすすめなのかなという気がします。
まあでもね、私もなんだかのね、やっぱ空系の攻めをたくさんこう、上げてですね、おー、この環境は空だとか言いたいんですけどね、実際多分そうじゃないと思うんですよね。ESL なんか見てても、その世界選手権の予選、空を使ってるプレイヤーって別に半分いるかいないかぐらいですよね。まだやっぱり陸のがちょっと多いかなっていうふうに思うぐらいで、まあそんなぐらいの割合なので、全然陸も捨てたもんじゃないし、まだまだね、アドバンテージ取れるような環境にあると。まあ、村のね、防衛の変化も含めて考えれば思うので、今回の、まあ、ディガホグ、ポイントはですね、やっぱり、投下兵舎を使えるかどうか、それは、クイヒーパートで相手の防衛援軍が処理できるかどうか、これが最低条件になってきますけども、そこをしっかり見極めた上で使っていくということができれば、十分なアドバンテージになるということをね、お伝えしたかった動画でございました。はい、ということでですね、本日の動画を終わりにいたします。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴いただけたら大変嬉しいです。よろしくお願い申し上げます。またね、関西キュラクラクラブと TH コンプリーターさんにもそれぞれタウンホール13募集しておりますので、どしどしね、お越しいただければというふうに思います。うまくなるにはね、いろんなこう上手い人のアタック見るというのはすごい大事だと思うので、ぜひぜひね、遠慮せずに門を叩いてみてもらえたら、私も嬉しいですね。よろしくお願いします。はい、ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。